全てのコスモを燃やし尽くし空に消えた紫竜。聖夜たちは友の死を乗り越え先へと進む。欧米宮を守護するのは氷河の使ともいえる存在。そしてその優しさゆえ天秤宮に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミユだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミユ。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。聖夜、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミユと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に答えよう。来い、氷河。前、白鳥よ。かかってくるがいい。ファイト。ダイヤモンドラスト。すべてを見つけて。俺はあなたを倒す。ならば私もすべてをもってお前に答え、今度こそ確実に葬ってやろう。フリージングコース。その程度か。それだろ。氷河、天秤級でも頼みを持って教えたはずだ。お前の陶器では私は倒せない。真の陶器である絶対レードを身につけていないお前に勝ち目はない。絶対レードとは何だ。答えろ氷河。絶対レードとは物質の原子すべてが運動を失うもの。そうだ、破壊の根本は原子を砕くことにある。氷の道具の本質はその原子の動きを止めることになる。氷河、お前はどうあがいてこの私の位まで陶器を高めることはできるか。お前が私に戦いを挑んだところでこうなることは目に見えていた。さの頂上は分かりません。絶対レードまで行かなくてもカモン。この時代までは必ず陶器を高めて見せる。そしてあなたを倒す。カモン、今こそダイヤモンドを出す。全てをあなたにぶつける。それだけ。ダイヤモンド。それだけ。オーロラサンダー、アタック！ ウィナー！ クールに徹して敵を撃つ。氷河よ、お前はあのまま氷の棺で眠っておくべきだったのだ。お前の陶器では私を倒すことなどできん。真の陶器というものをお前に教えてやる。完全なる敗北を悟り、再びこの陶器によって死すべし。氷河、オーロラエクスキューション。せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやる。このフリージングコフィンをな。今夜こそ安らかに眠るのだ、氷河よ。
まさか、うちから氷の棺を砕くとは。フリージングコフィンを砕くには零下273度以下の陶器を必要とする。それはつまり絶対零度。まさか氷河は無意識のうちに絶対零度を。カミューよ、言ったはずだ。この氷河の陶器が絶対零度までいかなくても、あなたの位まで高めてみせると。そしてあなたを倒すと。あなたから授かったものすべてをぶつけ、カミユ、あなたを倒す。私もすべてを持ってお前に答えてやる。バイ、それだとか。それでも私を倒すことはできん。ゴールドクロスは絶対零度でなければ凍結する。私はゴールドクロスの魔法がある以上、前の陶器で私を倒すことはできんのだ。あなたは俺に教えてくれました。一度戦いが始まったのなら、その程度か。僕なら途中で説を曲げることなく最後まで自分の立場で戦いできる。アテナのため、それだけ。命程度の翼を受け取るよ。俺は最後まで戦い抜く。氷河よ、まだ戦う気を失敗のよ。もはや投資寸前の状態。それだけ。カミューよ、全てをあなたに受け付けてはいない。絶対零度の真髄を永遠の眠りにつけ。氷河よ、オールラインキューション。これは、それだけ。凍りついた。お前はこの神をおもしろむ絶対レードの陶器を身につけたというのか。だがお前にはその陶器を生かす決め技がないのだ。そういうものを言うのだ。こそ KO ウィナー。完全なる敗北を悟れ。氷河、どうしたのです？諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。諦めてはいけません。あなたは希望。ファイト。よせ氷河、お前の肉体はもはや戦闘には耐えられない。俺はあなたを倒す。神、あなたは俺に教えてくれました。一度戦いが始まったのなら、男なら途中で説を曲げることなく最後まで自分の立場で戦えるのだ。クールに徹するのだと。あなたは無言でした。強烈に語りかけてくれていた。使っているのか。どうや。これが奇妙な陶器だ。これはゴールドクロスが凍りついていた氷河。お前は絶対零度の翼を受けてみろ。絶対零度の陶器を受け付けたというのか。絶対零度の真髄を。お前にはその陶器を生かす決め技じゃないのだ。さあ今度こそ確実に葬ってやるぞ。まだ戦う気か。前の肉体はもはや投資寸前の状態だ。神だ。全てをあなたにぶつけてはいない。ここまでよく戦った氷河よ。だがそろそろ終わりにしよう。終われない。俺のコスモよ、今こそ極限まで高まれ。このコスモごと全て効率化させてみせるぜ。絶対零度の剣、ティグナス最大の剣、オーロラエクスキューション。KO 取り付く。ウィナー。ありがとう。
我が士カン。この男、私と互角に闘気を放ちながらすでに意識を失っている。バカな、あれはオーロラエクスキューション、無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮するカミュ最大の技。一度や二度その身に受けたからといってやすやすと真似ることなどできん。私とオーロラエクスキューションを打ち合うつもりか。ならば受ける、ヒョウガ。オーロラエクスキューションの神髄を。こんな季節にひとひらの雪。はあ、せいや、今ヒョウガのコスモが僕たちにさよならを。振り返るなよ、シュン。行こう、操御球はもう目の前だ。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら自分の技に、そして生死の境で絶対零度を身につけ、お前は死である。このカミユのコスモも遥かに超え、究極のコスモセブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前はこのカミユの全てを受け継いだ。できればその力をお前の信じる道に使わせてやりたかった。お前をこの先も生かしてやりたい。だがもはやこの神湯にもどうすることもできぬようだ。許せ、氷河。神湯、あなたは命を懸けて俺を絶対零度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。ありがとう、我が神湯。そして